続いてのニュースはこちらです。はい、ありがとうございます。はい、3年後に見込まれる制度改正が今話し合われている介護保険、ただ高齢化が進んでいる中で40歳未満の若い世代からも負担を求める案が上がっています。果たしてどんな改正になるのか、その行方は。介護が必要な高齢者などを支える介護保険制度、これなす。高齢化により財源の確保が課題となる中、先月から厚生労働省である議論が本格化。それは現在満40歳以上の人が支払うことになっている介護保険制度ですが、1000円からでいいですか。2倍以上にもなっている。170の開始ですね。はい、ありがとう。はい、どうもありがとうございました。何もなければ死ぬほかないのかなと思って年金だって下げられたのよ、今回。こうした高齢者の負担に対し、厚労省の介護生活でいっぱいいっぱいなんで、もうちょっと、こちらに気持ちない